アーティストが語るマイミュージックストーリー、あのディズニーの名曲をカバー、いかに美しく有識者を出すかみたいな。東京ロサンゼルスを舞台に YOSHIKI が自分自身を語り始める。ストーリーもそうですけど、なんか共感しますね、ダブります、なんか自分と。ディズニーマイミュージックストーリー、ぜひご覧ください。ディズニープラス。もともとね、僕はそのなんていうかな、結構ディズニーのね、ライオンキングとかそういうね、すごい好きだったので、まさかディズニーさんとねご一緒させてもらえるとは思っていなかったので、最初まずびっくりしました。俺でいいのかな。ちょっとやっぱりなんか YOSHIKI ってちょっと過激なところあるじゃないですか。やっぱりディズニーって言うとやっぱりね、なんか皆さんに親しまれるみたいな、そういうなんかなるべくそのイメージをね、壊さないように、僕ね、その迷惑をかけないようにっていうのがそうですかね。はい、でも僕もね、そういうちゃんと真面目な部分もあるんで、はい、まあ本当にそうやってご一緒させていただいて本当に、びっくりしましたし、光栄に思いました。まあ、そのフローズンとか、あれフローズンって日本語でなんて言うんだ、アナと雪の女王です。はい、ごめんなさい、アナと雪の女王ですね、とかもちろんライオンキングの曲と、もともと大好きな曲だったので、それをね、まあ、自分でアレンジさせていただいて弾けたっていうのはとても良かったなと思うんですけど、まあ、今回はね、やっぱ僕の、まあ、ある種得意分野というかクラシカル的なアプローチ、ピアノとストリングスっていうねアプローチをさせていただきました。まあね、逆に皆さんが知ってる曲なんで、まあ分かりやすいようなアレンジにしたというね、あんまり複雑にしてもと思ったので、はい、早かったな多分両方とも Can you feel love tonight? Also Let it go 両方とも1日ずつですね、早いですね。僕が遅いのはレコーディングが遅いんですあ、なるほど僕は楽曲は結構譜面に全部書いちゃうんで、結構僕聞くリアルタイムとほぼ同時に譜面書くタイプなんですね。昔そういうバイトしたこともあるんですけど、まだ XJAPAN デビュー前に、楽曲をいただいて譜面を書いて、それをなんていうの、出版社に渡すバイトしてたことがあるぐらいなんで譜面とかそこで書いちゃうんですけど、ね、でアレンジに関しては多分その前にインスピレーションとして何とか聞きながら、多分こうアレンジするんだろうなっていうふうには思ってたんでしょうけど、譜面に向かった瞬間にはもう多分1日ですね。はい、まあ、僕は仕事早いって言って誰も信じないと思うんですがそうですね、結構ね大雑把に見えるんですが、僕は超細かいんですよね。なんかね、すごい細かい音が聞こえてしまうので、まあね、例えばそれはエクシャパンのレコーディングもそうなんですけど、今この音が入ってないとかって、この倍音がとかって誰も聞こえないよっていうのを、いや聞こえる、これなんとか直そうよとかって、何をYOSHIKIが直してるのかわからないとかっていう、たまによく言われるんですけど、まあ、そこまで言ってるわけじゃないんですけど、やはりまあそうですね、デディのアレンジの中でね、このフレーズをオクターブ上で弾いてみてくれないっていうファーストバイオリンの、ね、方に、やっぱりちょっとキンキンするよね、ちょっと心地よくないね、ちょっとやっぱり戻そうとか、そういった最終的なアレンジはしましたね。東京ディズニーランドですね、最初に行ったのは僕はヒデと2人で行ったんですね。当時そうだな、まだデビュー直前だった頃なんですが、2人とも結構派手だったので、思いっきりなんか、まあね、僕金髪でしたし、ヒデ赤い髪の毛したし、なんかやばいミッキーマウスで目立っちまうぞみたいな、なんかちょっとみんな注目が浴びちゃう、当時あんまりねこういう髪の人いなかったので、なるべく目立たないように、なんかそうですね、それを覚えてますね。ちょっと目立っちゃうと良くないんじゃないみたいな、はい、ヒデと二人で行きました